オフィルからよく来たな。長く危険な道のりだった。だが故郷には危険にこそ名誉ありという言葉がある。いい言葉だが俺の経験とは違う。危険な目にはたくさんあったが名誉はそれほど味わっていない。意志あるところに危険は生まれる。この意志が重要なのだ。未知なるものを知り、自身と我が君に栄光をもたらすための旅だった。世界を探検し、未踏の地に分け入り、新たな知識を蓄えて同胞や世の人々と分け合う。未知なるものを知り、この世界の終わりなき創造に感動する。何よりも美しいことじゃないか。ここは探検家と哲学者のキャンプなのか。その通り。我々はこの地の習慣を学び、知識を交換し、商売をするために来たのさ。故郷の話を何か聞かせてくれないか。時間があればだが。時間があるなら話そう。話し出したら耳が擦り切れて足が棒になるまで止まらないぞ。いわゆるオフィルとは、様々な国や民族の集まりのことを指す。大草原がどこまでも広がり、山々がそびえ立ち、澄み切った湖と未開の原野がある。滅びた帝国、栄華を極める王国、決まった支配者を持たないが、神話の中に原初の世界の記憶を伝える数々の部族が混在する。その中に故郷があるのか。そう、ニルフガードも羨むような立派な塔の立ち並ぶ町だ。哲学者、医師、数学者、それに魔術師たちが住んでいる。だが魔術師のことなら我が友人に聞いた方がいい。彼もその一人、ルーン使いだ。話を聞いてみよう。オフィルの品物があれば少し見せてくれないか。いい馬に乗っているな。ああ、バビエッツァから一緒に来た親友だ。人間よりずっと賢い。一緒に数々のレースで勝利した。つまり探検家で騎手でもあるわけか。祖国では子供でも馬に乗る。人が集まれば必ず最後はレースになる。オフィルの馬の評判は聞いている。速いそうだな。競争しないか。我らの馬は西風より速い。ぜひその目で確かめてくれ。レースだ。走れウィッチャー、お前の全力で見たい。ほら行け。オフィルの馬は風のように速いというが、ローチの方が上だな。おめでとう。報酬として馬の鞍を受け取ってくれ。試合の記念だ。これでさらに速くなれるぞ。どうも。気に入ったか、ローチ。人となりは馬の扱いを見ればわかるものだ。故郷の伝説では
空と草原が愛で結ばれ、そして最初のメス馬が生まれたと言われている。人間という生き物はあまりに弱く、あらゆる危険にさらされていた。馬は人間を守り、乳を飲ませて育てた。人間が強く育つと、馬は彼らを背に乗せ、戦士として敵と戦ったのだ。つまり馬たちが気高く敬意を払うべき存在であるという教えだ。美しい話だ。それにいいレースだった。ありがとう。これを見つけた。オフィルの記号だと思うが、俺には解読できない。読めるか？ああ、見覚えがある。我々がここに着いた時、すぐに厄介ごとに巻き込まれた。この地の連中だ。はっきり言って泥棒だな。そいつらに襲われた。この設計図には王にふさわしい装備の作り方が記されている。この土地の支配者に献上しようと思っていた。でも全ての設計図を取り戻してくれたら、こっちの職人が分かる言葉で複製を作ろう。悪くない話だ。その設計図を見つけてやれるかもしれない。盗賊は騎士のような格好をしていた。攻撃は騎士よりも強烈だった。場所はどこで襲われた？十字路だ。近くに製材所があった。確か北側には廃屋になった民家があった。探してみよう。それでは。行くぞ。もう少し調べるか。血が流れたようだな。キャラバンの連中に勝ち目はなかった。痕跡は北に続いている。痕跡が途絶えた。くそ、辺りを調べてまた痕跡を見つけなくては。誰かが傷を負った。大量の血を流している。なるほど、これはつまり、旅人を人質にしたのか。血痕は人質のものだ。ここに置き去りにされて死んでいるということは邪魔になったんだろう。痕跡が消えた。辺りを調べて別の手がかりを見つけなくては。あった、あっちに続いている。痕跡はここまでか。土と下映えで折り口が隠されている。秘密の通路か。
行け。どうどうローチ。ロージ、走れ。もっと早く。嬉しいね、また会えるとは。設計図を取り戻すことができたぞ。ああ、頼りになる人だと思ってたよ。おかげで人を信じる心をなくさずに進んだ。こんな世界の果てでも見知らぬ人が親切にしてくれたんだから。いいんだ、大したことじゃない。約束通り設計図の写しを書こう。でも完成には1日かかる。また明日来てくれないか。その時にはお礼を用意しておく。分かった。では明日。こりゃ嬉しいね、また会えるとは。設計図の複製はもうできたか。できている。持って行ってくれ。感謝の印だ。ありがとう。ではな。
こりゃ嬉しいね。また会えるとは。オフィルの品物があれば少し見せてくれないか。元気でな。栄光に満ちた旅路を祈る。終わりなき創造を称えよう。それでは。